東野のやつ、図書委員の当番か。仕方ねえな。今日は先に健さんのところに行って待ってるか。確かに蓮の身長だと不便だろうな。それなら俺が抱き上げて座らせれば。え？そうか、見つかるといいな。かっこいい座り方。